アラモアナに新しいフードランドできたの知ってる？僕も知らなかったけど、今朝ゆかりが教えてくれたから、今からちょっと見に行こうかな。場所は、アラモアナショッピングセンターの新しいノーストロムの下。え、下があったっけ？それノーストロム、ノードストロム。日本語でなんて言うノーストロム？ノードストロム。ノードストロム。フーランド見えない、どこにあるかな。とりあえずパーキング。アラモアナの新しい駐車場。はい、ゆかり。それは私のワイフです。かわいいゆかり。ゆかり超かわいい。はい、ノーストロム。エレベーター。ゆかり？Yeah. 本当にあるの？ノードストロームの下って言ってた。Are you sure? Yeah. フードランドがなかったらゆかりのせい。そこにあるフードランド見つけた。結構おしゃれ。野菜がすごい綺麗に並んでる。 Like?なんかちょっとホールフーツっぽいですね。何これ？なんかわかんない。サラダバー？あ、自分のカスタムサラダ作れる。あ、でもちょっとグッドアイディアでね。このリートがついてるだからずっとフレッシュ。あ、それでバーベキュースタッフも買える。え、何これ？ドラゴンフルーツ、ココナッツとか。いいね、フレッシュココナッツとパイナップルと、これはドラゴンフルーツ。おお、すごいね。皆さん、ドラゴンフルーツ食べたことある？ホールフーツにいるみたい。これはハワイの一番有名なジュース、ポークパッションオレンジグアバ。あ、嘘、ベーカリーもある。あ、パン美味しそう。あ、見て、ジャパニーズパン。パンは大好きだけど、今ダイエットしてる。来週日本行くからちょっと痩せないといけない。でもパン大好き。あー、みんなこれ知ってるの？ Ted's Bakery のハウピアパイ。いろんな味もできてる。パンプキンハウピアクリームパイ、あとはストラベリークリームパイ、ブルーベリーチーズパイ、ストラベリーグアバクリームパイ。よく子供の誕生日パーティーとか行くときにTed's Bakeryのパイ持っていく。あ、フレッシュジュースもあるね。コールドフレッシュジュース、なんかすごい流行ってるみたいね。なんでかあんまり知らないけど。見てこのジュース、すごくない？え、ストロベリーとバージル。ストロベリーとバージル入ってる。面白いね。え、これも美味しそうじゃん。見て、レモン、ライムとミント入ってるみたい。こういうサラダバーもあるね。ホールフーツパクってる。ここにスパゲ、え、あ、チャオメインだ。チャオメインとポテトスとか。あそこになんかカレーとかある、ね、あ、ポケもある。おいしそう。フードランドのポケ本当においしい。これも綺麗けど僕はあまり食べたくないな。見てこの結びディスプレイ、スパムスビ。食べ過ぎない方がいい、太るから。ゆかりはどこにいるかな。ゆかり、エクスプレスチェックアウトもできるみたいね。なんだろうこのシステム。ゆかりいた、いっぱい買い物しただろう。何買った？ゆかり買い物大好き。大好き。買い物しすぎけど普段はいい奥さん。ハッピーワイフハッピーライフ。フードランドはこういう感じです。結構好き。でもちょっとちょっとホールフーツパクってるよ。フードランドかホールフーツどっちがいい？あ、どっちでもいいかな。どっちでもいい。だって本当にノーストロムの下にあった。覚えといて。